はい、こんにちは。12月16日の土曜日に行われた IBFWBO 世界フライ級王座統一戦。これでジェシー・ロドリゲス、通称バムが9ラウンド終了で TKO と。結果的にはさ、圧勝だったと思うんだよ。ポイントは当然、エドワーズに流れてる場面もあったけどさ、いやーもうずっと、ほぼほぼ自分の動きとか、そのバムのこの動きに対してのエドワーズがやっぱもう崩されてってるし、その中でも飛び込んでのパンチってのは、でおそらくポイントを取ってたシーンもあるとは思うんだけど、もう本当に主導権は全ラウンド取ってたと思う。だからこれはもう時間の問題だなっていうふうには見えたけども、でも、今年それこそビッグマッチって言われてる試合ねあったけど、結果的にはさ、内容としてはさ結構圧勝が多くない？井上尚弥フルトンもそうだしさ、今パッとなんか出てくるのはそんなんねえけど、クロフォードとスペンスもそうじゃん、カネロとチャーロ、もうそうだったしさ、蓋開けてみたらっていう試合多いよね。だからデイビスとライアン・ガルシャもビッグマッチはビッグマッチだけど、あれはね、そういう試合にはならない。確かにデイビスが全然1番2番上だとね見られてたけど、結果的に圧勝が多いなと思って、でも本当にこのフライ級はバムが中心で、しかもお客さんも多いもんね。会場もいっぱいだったじゃん。いくら稼いでるのか、ファイトマネーがどれくらいなのか知らないけどさ、でも相当じゃない。出世試合って言ったら、C先ってなるわけじゃない。その前にクアダロスもそうじゃないの。やっぱりあの時はなんか代打だったんじゃないかな。代打で出てクアドラスを食って、で、これはちょっと聞いた話だけど、そのシーサケットとの試合っていうのも、やっぱ当初は反対してる陣営もいたけれども、ただやっぱり出されたファイトマネーっていうのもやっぱかなりの高額だったらしくてさ、蓋開けてやってみたら圧倒だったもんね。あの年齢でね、まだだって22、3歳でしょ。23歳で本人どんどん階級上げていくって言ってるわけじゃん。スーパーフェザーぐらいまで上げるって言ってるよね。そんなこと言ってる？言ってると思うよ。身長163だけどでも小さくても戦えるスタイルだよ、あれ。分かんないけど一回下げたのに。そうだね、そうだよね、下げたんだもんね。そう、統一全部してるわけじゃないけど、絶対王者っていう立ち位置にはなったわけじゃない。なってるでしょうね。今だからそこで対抗王者としてダルキニアンと有利悪意、でも有利悪意本当これ結構大変だったみたいですよ、この試合の実現。そうで一回流れちゃったわけじゃん、でもやっぱり今ウクライナっていうのはビザを取れないから、ビザを取るには隣国まで行かなきゃいけなくてさ、そういう意味でやっぱり向こうのコストもすごいじゃん、試合行くまでの大変だし、じゃあ誰が、これはね憶測だけど、どこにいるのかダルギニアンが分かんないけれども、誰もスパーリングパートナーウクライナ行かないと思うしね今この状況で、だから練習の環境とかも含めて結構大変な交渉だっていうのは聞いてた。だから本当良かったよね。このフライ級周りといったらケンシロウ選手が上げるのかっていう話。そうだよね。ただ4団体統一戦、4団体を統一するっていうやっぱ目標があるからね。その次の、結局アマゾンでやる試合も、これは防衛戦でしょ。統一したら上の階級っていうのは当然あるんだけれども、バムもどんどん階級上げていくって言ってるしね、だからこれは相まみえたらこれはたまんないよね。フライ級の日本人って言ったら京口さんもね階級上げてるからね、だからその階級上げて何かしらやっぱりそれなりの相手やっぱ一回やんなきゃダメなんじゃないの、あと OPBF の桑原選手は結構前からもうそろそろ世界で、そうだね、そうだよねっていう話は言ってからの、あとは日本チャンピオンが飯村重樹だよね。でも体格的にもうフライ級に上げたらもっと解放されるんじゃないと思うけどね。きつそうだもんね。そのパワーとかそういうのがフライ級に上げて通用しないってことはもう全くないと思うけどね、もうほんとスパーリング超強いらしいよいや試合もそうなんだけど、やっぱりねもう美佐子ジムの中でもそれはもうパートナーいないんじゃないの。やっぱ彼とバチバチやり続けてたら壊れるんじゃないかと思うもんね。あの試合見てたってそうじゃん、2ラウンド交代ぐらいで回してくるでしかもスタミナも化け物じゃん、でもこのだから長いじゃん、しかもこのなんていうのこのチャンピオンの在位期間、この前のタイトルから合わせてもずっとだからそのパフォーマンスを続けてるもんね。え、どうなの？そう、それ比べてみたら誰と誰を？バブ。いや、これはでも相当お互い厳しい試合なんじゃない？あ、分かんない。分かんないと思うけどね。その多彩、パンチの多彩さとかさ、やっぱバムがあるじゃん。でもあの距離と、だって、まあ、例えばこの間のサニー・エドワーズは、まあ、全然もう、まあ、一応初っ端からもう崩れてたよ、うん、崩れてたと思うけど、もうそうはならないでしょ、あのジャブとステップワークで。どんどんバムがそのプレッシャーかけてくるんじゃないかなと思うけどさ。で、パンチ力だってえぐいほどあるしね。だからバムに勝てる日本人って言ったらって、もう当然だけど検証しか思い浮かばないよね。シーサケットなんてさ、スーパーグレイの中でもでかい方でしょ、うん、しかも頑丈だしさ、うん、まあシーサケットもだいぶ、まあ、ただ落ちてはいたよね、あの時、うん、かなり、まあ、あの時代スーパーフライ級で戦ってきた選手たちもうみんな傷だらけだったじゃん、うん、だからシャモみたいになってたんですね傷だらけの調整試合とかないから、うん、そうだね。だからそういう意味では、だからこの階級を上げるタイミングがね、うん、まあいきなりバムとの頂上決戦になるのかっていうところもあるけど、まあでもちょっとかぶってほしいよね。かぶってほしいよね。見てみたいよね、うん、日本でも見てみたいしね、うん、バム、まあ、定見プロモーションだからね。あ、バムだ。そう。ただマッチルームの、まあ今はもう宝じゃないの、この階級、この軽量級の。まあ、マッチルーム結構軽量級にもね、ちゃんと投資してなんかやってるもんね。うん。まあでもそれはやっぱりこのボクシングっていうのを軽量級でなんていうんだろう、扱えるっていうのはやっぱり金額全然違うと思うんだよ、うん、その中量級以上。はいはい、それでやっぱこれだけの面白いコンテンツを作れるわけじゃん。そのまあ中量級から重量級がやっぱりこう注目はされるけどさ、でもボクシングファンは別に軽量級だってこれだけだって、さっきのなんて言ったってさっきのバンタム級とかって、まあ、日本人に限るかもしれないけれどもさ、それ別にそんなにね、うん、軽量級だからとか中量級だからっていうのはそこまでなんていうんだないじゃん、はい、だから HBO がそのスーパーフライを特集してやってた時もやっぱり費用を抑えれるというところが一つあったみたいだし、だからエストラダがいつもなんか文句言ってたもんね。俺が体でかかったら俺の稼いでる金は全然違うっていう、なんか文句ペラペラ言ってたまあ有利選手って言ったらね、岡山でつきっきりで試合見てました。ああ、まあそうだよね、うん、古賀君との試合だよね。そうそうそう。その試合の間に1ラウンドからあれ判定だったから10ラウンドか、うん、試合の間でどんどん上手になってってたもんね、うん、それ見てて思った。あ、どんどんなんか上手くなってってると思うねでインファイトで特にさ、なんか対人練習大事なんじゃないかなと思ってさ、どうしてるんですかって聞いたら、カンフー映画のやつみたいに棒で練習しててさ、木があってさ、そこになんか手みたいな仮想の手みたいなのが生えてて、ああ、それを相手にやってるってことね。だからまあ要するにスパーリングパートナーがやっぱり少ないってことだよね、うん、でましては彼のレベルになるといないってことだよね、うん、だからまあこの間ね、11月の試合が延期になっちゃったけれども、まあ、その前も東京で1か月ぐらい練習するって言ってたもんね、定見に行ってスパリングするって言ってたもん。まあ横浜光に来てた時もあったしね。そうだね、あれも何かの試合の時だったのかな。だからまあ今回の試合に向けても今東京来てるっていう話は聞く、うん、まあだからジムとしてはさ、そのなんて言うんだろう、やっぱ選手をこうやって強くなるのに一番必要なのは、まあ、こっちが自分として提供できるのって環境なわけじゃん、うん、でそれは東京とかでやったら地乗りもあるじゃん。電車乗っていけばさ、スパーリングパートナーっていくらでもいるしさ、でもやっぱ岡山だとさそういうわけにいかないでしょ。隣の県に行くのも大変なんじゃないの。ちょっと地理的なものはよくわかんないんだけど、まあ、岡山県がでけえからそう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 だそうだ。その中でこれだけのね、こう世界戦まで行くっていうのはすごいよね。でまあ今年の2月かな、その有利悪意がダイナミックグループのメインイベントでさ、まあ、バイソンっていうフィリピンの、うん、世界ランカーと戦ったんだよ。でこれが多分3者ともに100対90とかの試合だったんだよ、はい、でまあはっきり言って見ててうわーんってお客さんが喜ぶような試合ではないんだけども、まあ圧倒的に勝つわけで、はい、でそのバイソンがついこの間新生ジムの山中を KO してるからね、2ラウンドで、WBA アジアのチャンピオンになったんだから、このバイソンがで、そういう意味ではそれだけの力があるってことなんで、はい、圧倒的な、やっぱ国内では、まあそれなんて言ったってね、大橋ジムの桑原を KO してるわけじゃん。決定率やばいよね。だから本当に1ラウンドとかで倒す。そうだね。なんかそうやって線が見えるのかな。まあでもあって思った時にはもう手はそこにある。ああ、素敵だね。そうなの。だからすごく見ててそのなんかちょっと武道を感じるもん。彼の試合って。まあその発言もそうよね。だからそのなんて言うんだろう。ボクシングっていうそのなんて言うんだろう、スポーツのボクシングっていうよりもさ、なんかその一つになんか突き抜けてるっていうかさ、はい、